はい、こんにちは。今日は11月24日6時49分、モスクワにおります。モスクワ、マイナス8度ですね。で、驚いたことに逆に八王子、東京では今21度、11月のこの時期で21度なんです。モスクワマイナス8度です。今日の趣旨としましては、まあ、私毎日のようにコールドシャワーをしているんですけれども、まあ、寒さにだいぶ強くなってきているということと、そのコールドシャワーと同じような、効果があるということで、このマイナス8度の中、この、短パン半袖でちょっと、まあ、5分ぐらい外歩こうかなっていうところですね。まあ、そんな感じです。で、割と、ほんと、こう、コールドシャワーとかそういう、なんちゅうんですかね、まあ、氷とか水風呂とかを毎日のようにやっていると、寒さにかなり慣れてきて、体がや、まあ、5分程度、マイナス8度とか、マイナス10度とかそれくらいのところにさらされても、まああんまり問題がないというかですね、逆にすがすがしい気持ちになるっていうところがありますと。で、この時間帯ですと、まあ人もあんまり歩いていないので、半袖短パンで歩いていてもですね、そんなに怪しくはないのではないかと。まあでも、やまあまあ残念ながら人は歩いていいんですけど、で、この感覚的にはこういう寒い中に体をさらすっていうのは、寒さに慣れてくると非常に爽やかな感じになるんですね。体に、良い刺激を与えるような、そんな感じで、いますと。で、おそらくあそこのセキュリティのおっさんもカメラを持ちながら半袖で歩いているので、不審者ではないかと視線を送っていた気がしますが、それは気のせいかもしれないですね。考えすぎかもしれない。で、まあこのコールドシャワーですとかコールドトリートメント、アイスバスっていうのは、まあ、効果としては、一番はやっぱり炎症を抑えられるっていう部分があるのと、免疫力が増強される、免疫力の増強については白血球が増えるとか、T 細胞と言われるものが増えるというふうに言われています。で、もう一つその考え方としましては、寒さによるストレスを体にかけることによって血行が良くなってですね、その血液からの成分が体に吸収される、まあ、勢いというか、そういうものが向上するとも言われていますね。そのため、免疫力が上がりますと。そして、まあ全般的に体の方が寒さに対応しようとしてくるため、血行が全般的に良くなって、それで、まあ頭がすっきりしたり、つまり血流が脳の方も良くなってきて、ね、目が覚める。例えば私今朝6時40分50分なんで、朝早いんですけど、さすがに寒さにさらされると目が覚めてきますよね。で、あとは何だろう、まあ、気分が良くなるとか、まあ、そういうところがありますと。それとですね、これ昨日もちょっと同じようなことをやったんですけれども、私がこう感じたところでは、その割と暖かく着込んで手袋をしないで外を歩いていると、手の方が冷たくかじかんでくると、手がより寒くなる。ところが、こういった形で、体全体が涼しいような感じで外を歩いていくと、まあ、少なくとも
手だけが寒くなるっていうことはないか。逆に体全体に寒さが当たっているので、そのため体全体がエネルギーを使って燃焼しようとしているためだと思うんですけれども、暖かくなると、その結果手の指先の方も比較的暖かい、つまりコートとかを着込んで外を歩いている時よりも指先が暖かい。やっぱちょっと冷たくはなるんですけどね、指先の方が。でもコートを着ている時よりは指先は冷たくない。こういったウィムホフの呼吸法の話の中でとか言われているんですけれども、寒さを与えてストレスを与えることによってより呼吸を深い呼吸をするようになると、深い呼吸をするようになって、それでその酸素のエネルギーを使って体をより燃焼させて、いろいろな機能をスイッチオンにして体を温かくさせると、そんなような感じですね。私今話しているということもあってあまり深い呼吸はできていないような気がするんですが、やっぱり寒い時に意識して、コートを着ている時とかでもですね、というような形で深い呼吸をすると体はやっぱりあったかくなるんですよね。今もそうですね、あったかくなって、ですからその寒さを使って深い呼吸をすることによって血流を良くすると、でそれでもちろん体も温かくなりますし、その他のスイッチも入って、その結果炎症も抑えられたり免疫力も上がったりと、そんな感じですね。これで外にいる時間、今やっぱ5分ぐらい経ってますけれども、全然いけますよね。ちょっとさすがに1時間とかいたら辛そうですけれども、5分10分ぐらい全然 OK じゃないですかね。そんな感じで、今日はコールドシャワーの途中経過ということでお伝えしました。寒い中ですね、今後はマイナス15度とか20度、もしかしたら30度とかになった時も逐次ですね、人体実験みたいな形でこうやってお伝えしていければと思っております。それではどうも、今日もありがとうございました。